蜀への亡命を試みた夏侯派は、郭偉らの説得を受け義に帰還。しばしは夏侯派の杞憂を理解すると、騒動を不問に付した。立つべきは血脈ではなく、権勢や慢心が生む愚かさの連鎖。有能な将として共に戦う夏侯派を廃する理由はどこにもなかった。その3年後、呉では帝である孫権が死去。末子孫良が後継となり、諸葛恪がその補佐の任に就いた。諸葛恪は魏と領地を接する東漢の地の軍備を増強、魏に対して明確な戦闘の意思を示す。しばしばこの法を受けると、腹心たちを東漢へと向かわせた。命を受け外政へと赴く司馬昭、諸葛誕、王元気、夏侯派。定律を破り、新たな世へ、司馬氏の時代への戦いが今始まる。様、今年はおらんとこの畑、出来が悪いぜ。それは気の毒だったな。よし、減免するよう言っておこう。諸葛誕様、娘が嫁に行くってのに、晴れの日に着せてやるものがねえだ。ああ、それはめでたい。後ほど誰かに手配させよう。おい、諸葛誕、そろそろ始めるぞ。さあ、じきにここは戦場になる。お前たちは村に戻るのだ。心配するな。村に戦火は及ばん。この諸葛公宮がいる限りな。ありがとうございます。よろしくお願いしますな。領民の御用聞きか。大した人気だな、諸葛誕殿。ああ、荷重殿、人気などとは大げさな。民の笑顔、民の安寧、それこそが私の願い。諸葛一族に流れる仁愛の道だ。この度の戦、この諸葛公宮が指揮を執ります。各位、私の指示に従って動かれますよう。どういうことだ、師匠。まさかお前。本人がやりたいって言うんだからいいだろう。なあ、諸葛誕。説得が面倒になったか、このアホが。けど、急いで進むのは微妙じゃないか。時間をかけても包囲してった方がいいだろう。なりません。この地には多くの民とその畑があります。それを踏み荒らすわけにはいきません。畑って、お前。迅速に攻めれば問題ないはず。各位、それを心がけて戦っていただきたい。さて行こうか。この間の分も俺が頑張らないとな。けど、諸葛さん、お前ちょっと間違ってないか。何を言われる。私も諸葛一族に連なる者。策において遅れを取ることはありません。ああ、家柄の話か。そんなのにすがる思いが俺にもあったよ。ならばわかるはずです。私の民を愛し敵を憎むこの気持ちが、いざ義と天下と民のため、我らの力で敵を粉砕するのです。まずは敵の拠点を制圧する。皆、進軍を開始せよ。うまくいかないんじゃ。
雲行きは。らしすぎるってか。とにかく変だ。一緒に進むのはまずい。俺たちは東から行くぞ。何？芝生殿が新軍道を変えたのと？私の世話を知らず勝手なことを。敵を追撃しつつ進軍せよ。我々がこの戦を制するのだ。心配だし。このありさまです。敵の本体が通過したぞ。今だ。岩を落とせ。なんだ。背後の道が塞がれちまったぞ。今もはや後戻りはできぬ。砦を突破して進むのだ。私を慕う者がやられてみなんという悲劇。この戦いつか生き残るね。このところで同じになったんで。いつもながらお見事な武勇。さて、何もありません。お見事！見せつけてくれますな。この勢い、誰にも止められますまい。
すまい。なぜこのような
この諸葛高級の策、何もなせぬままに敗れるとは。まあそう落ち込むなって以外は出たけど、こうして逃げ切ることができたんだ。それでよしだろ。何がよしなものか。私は一族の名に泥を塗り、この地の民の安寧をも守れなかった。芝生殿、それというのもあなたの怠慢のせいだ。俺？なぜ私の指示に従わない？なぜ勝手気ままに動こうとする？待て、確かに俺は勝手だった。諸葛丹の考えを汲めてなかったんだ。すまなかった諸葛丹。諸葛丹、早晩市場の邪魔となるな。